スティーブンズ島はニュージーランド南東のマールボロー海峡最北端に位置する島である。ダービル島の最北端、スティーブンズ岬の北東 2km の位置にある。マオリによる現地名はタカポーレワだが、スティーブンズ島という名称が一般的である。島は面積1.5平方キロメートル、海面からの標高は283メートルである。この島は、 地元の東大守るがかっていたティブルスという一匹の猫によって1894年にスチーフン岩サザイが絶滅させられた場所だと地元では言われていた。しかしその言い伝えは間違いで都市伝説だった。この猫は最後に見られた鳥の一羽を殺したがその後も数年間でいくつかの標本が得られた。島は何世紀も前に南洋ネズミの捕食によって 本土で絶滅したスチーフンイワサザイの最後の生息地だった。なお、人間が持ち込んだ猫が野生化して島の在来種を脅かしたのは事実であり、1925年に根絶された。今日、スティーブンズ島に生息する生物の中で最もよく知られているのはトゥアタラである。生態的孤島を含む厳しい管理下にある保護区を除いて、 現在本土では絶滅したこの珍しい形態の爬虫類にとってこの島はサンクチュアリである。スティーブンズ島は国際的に重要な自然の保全地である。最もよく注目されているのはトゥアタラだが他にも重要で得意な要素が存在する。スティーブンズ島の自然の特徴は海洋の影響を受ける険しい大地である。一見、島は より大きく隣り合っているダービル島と一体に見えるが、スティーブンズ島は、クック海峡の南西側に、特徴的な島、岩石群の中で最大のものである。無人島ではあるが、島は、土地の開拓と濃厚によって、広範囲で変容している。しかし、その野生的な自然の特徴の多くを保っている。海面から見ると、灯台が目立って見えるが、空中から見ると、 建物群と交錯された風景がはっきりしている。周囲の海は漁業によって大きく変容、減少し、クジラやアシカを狩猟してきた歴史があるにもかかわらず、海洋生物が豊富である。島では、特にザトウクジラにとって、最も重要なクジラたちの移動ルートの一つが見渡せる。島の周りには、ニュージーランドオットセイや様々な種のイルカなどの海洋哺乳類が見られる。 島は、強風が吹き、強い海流が流れ、よく海の様子が急に変化する地域である。島にはまた、しばしば頂上が雲に覆われたり、波が岸を洗ったりするような激しい天気の変化がある。より風雨にさらされた西部とあまりさらされていない東部の海岸との間にも明確な違いがある。降雨量は、平均800ミリである。ありがとうございます。